嵐が訪れようとしている。空位となった帝国の玉座を大気が戦の気配で満たされる。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。時に第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。というわけで戦士ギルド、この戦士ギルドのね、垂れ幕がすごく欲しいのよ、うちのハウジングにね。これ何？あ、コールドハーバーかそうかそうか、メリック大丈夫か？トーモよ、ステンダールは無事に帰還するため力をお貸しくださったようだ。調子はどうだ？それでステンダールを称えよう。よく見つけてくれた。ドシアの優しい扱いのことをたまに思い出すと最悪な気分になるよ。仲間の思いやりと優しさのおかげでどうにか体力を回復できた。ドシアの日記に何が書いてあったんだ？そんなことを聞くのはあらゆる色を見るものくらいだ。日記を見たが何のことを言っているのかわからない、あの変な呪文か。頑丈な武器の問題についてなら相談に乗れるぞ。その手の問題は楽しいからな。私には専属の武器屋がいるからな。エリフ、このものはあなたの帰還を歓迎するわ。調子はどうだ？エリフ、エリフは調子がいいし月は明るい。いいね。彼女はこの仕事にかけた時間とお金のことが心配なのよ、アンカーを破壊しデイドラを殺す。だけど何か達成した？ドシアの日記に何か書いてあったんだ？私たちのギルドマスターに聞くと。二人とも同じか。彼女は解読に時間もお金もつぎ込んだわ。エリフとは情報を共有しないそうよ。え？エリフが信用できなければ誰を信用できるの？なんか衝突してるな、エリフとアジン同士仲良くしてくれよ。また会えて嬉しいわ。ドシアとの戦いを覚えているわね。ああ、さっきのことだからな。彼女の暗号の日誌を見つけた時のことよ。翻訳されているのか？もうそうよ。早いな。何人かの助けが必要だったけど彼女の暗号を解読したわ。ドシアは闇の主人への奉仕としてドワーフの遺跡で隠された何かを探していたようね。ムゼネルトと呼ばれる場所よ。ムゼネルトね、はい。彼女は何を探していたんだ？定かではないけど彼女のメモに書かれていたモルトゥーム・ビビカスと関係しているよね。あ、読めるようになったんだ、モルトゥーム・ビビカス。ムゼネルトはここから遠く離れているけどタムリエルを横断するポータルを準備した。どう？私と一緒に未知の領域へ出かけてみない？あれ、あなたと出かけるの？分かった、やろう。ポータルを開くわ。ちょっと待ってね。さあ行きましょう。わかった、ムゼネルトへのポータル。ムゼネルト、
ドワーフの謎と彼らの突然の消失は非常に魅力的であるため、科学ではないものも自分の命それに運命をかけ彼らの歴史を研究しドゥエマーのものを集めることがなんちゃらかんちゃらです。読んでください。一時停止して。ドシアは学者じゃない。彼女は無駄なことはしないわ。川がここに運んできてくれたのには理由があるのよ。なるほど。何を探すんだそれで。何かの宝？強力な武器か呪文？いいね。ドシアが尊重していたのは一つだけ、力よ。それが何であれここから持ち出しましょう、うん、なぜ急ぐんだそんなに。ドシアはこの場所を知っている。他の者も我々が手に入れなければ、それが何であっても他の者が来る。なるほど。モルトゥーム・ビビカスに関係がある者に違いない。モラグバルがまたあの武器を使おうとしているなら止めなければならない、うん、そっちはどう思う。ドゥエマーの最後の日々は終わりのない戦いだった。彼らの魔術師は呪文を最も強力にしようと競い合っていた。より強い武器を求めてね。ビビカスの起源はそのはるか昔の時代にあるのかも。ドゥエマーが生み出したってこと？モルトゥーム・ビビカスって。この場所について教えてくれないか。ドゥエマー、つまりドワーフの要塞よ、うん、ここはハンマーフェルのどこかだと思う。ハンマーフェルの？ドラゴンテール山地の南ね。少なくともドシアのメモにはそう書いてある。なるほどな。なぜハンマーフェルなんだ。なぜ川が他の場所に続かなかったと思う？ドゥエマーはタムリエルの北一帯に施設を建てた。この遺跡には何かの宝があるのでしょう。ドワーフのどの遺跡でもいいならムゼネルトより近い場所があるわ。なるほどな。あらゆる色を見る者よ、ドワーフがどこ行ったか知っているか。知っていたらタムリエルで最も賢い女性になっていたわ。確かにね。いいえ、ドワーフが消えた理由は誰にもわからない。もしくは誰も言わない。なるほど。ドシアについて思い出させてくれないか。ドシアは我々の仲間のメリックを誘拐した。モラグバルのために彼の魂を奪おうとした。モルトゥーム・ビビカスの計画で使うためよ。その後は知っての通り、あなたが彼を助けに来た。彼女を殺し日記を盗んだ。なんか言い方が。だからここに来たの。ドシアの日記には他のことについて何か書いてあったか。いろいろなことよ。日記にはこの場所のことが書かれている。でも他にも恐ろしいことが書かれている。忘れたいようなこと。モラグバルと長い間交信して彼女の心は歪んでしまったのね。なるほどな。なんか知り合いなのかな、ドシアって。エリフはドシアのことを知ってた感じだったけどね。ちょっと調べよう。結構あるんです、ドゥエマー関連の。一体何なの？どうした？アンデッドがすぐ後ろに迫ってるわ。武器の残りを隠さないと。クラーノ。ああ、ちょっと待って、なんかやってるぞ。これを片付けるのよ。じゃないと私たちがモラグバルにやられるわ。クラーノは正しい。原始を見せられて、コンストラクトが死者を食い止めてくれるかもしれない。行くぞ。アイレードだねこれ。やっぱりこの計画はどうかしてる。ドゥエマーの遺跡の中のアイレード、ここで一体何が起こったの？いや、まだわからない。壺なんか調べてる場合じゃないかもしれない。いるな。構えて、コンストラクトに慈悲の心はないわよ。もちろん私も遠慮しない。あれ、こいつ硬い。ちょっとなんかスキルおかしいな。ちょっと待って。いい準備運動になった。本当に？ここにも槍つん入れるか。裏表にあっていいでしょう。なんか書物ないか。こっちは？
これは箱か？箱じゃないんだ。オブジェクト。お。クラーノが死んだなんて。クラーノ。武器は永久に失われてしまったのね。いや、まだ望みはある。オスタランドにやってもらう。オブリビオンに召されろ。消えるんだ。まだ希望はある。でも犠牲を覚悟しなくてはいけない。水晶の中に魂がなければ武器を直す方法はない。やらなければならないんだ、オスタランド。犠牲？彼らはなぜここへ来たの？わからない。ただこれがクラーノだってことはわかる。クラーノの日記、これ読む。モラグバルの飢えた大軍がゼロディールの門に襲いかかってきた。アバガーラスからはいつものように不死者の波が押し寄せてきている。そしてメリディアから緊急警告が出された。奴らの王は魔法の儀式を行おうとしている。その儀式が執り行われれば故郷の人々の命が全て失われてしまうかもしれない。思い切った行動に出なければデロディールは消失してしまうだろう。デネデリン王の指示で私が作戦を立てることになった。私たちには力が、マジカが、そして技術がある。私たちであればこの残酷な怪物たちを止められるはずだ。作戦が実行に移された。私たちは武器を鍛造した。ああ、そういうことか。これがモルトゥーム・ビビカスなのか。そのために大きな代償を払うことになった。だがこの武器があればこの儀式を阻止し、モルトゥーム・ビビカスとやらを葬れるはずだ。あれ違うのか。このアイエイドたちが作った武器でモルトゥーム・ビビカスを葬れるっていうことなのね。もしかしたらその武器がここにあるってことなのかな。私たちの一団が忌まわしきアバガーラスに侵入し、この脅威を終わらせなければならない。その間にデネデリン王が闇の都市の城壁に攻撃を行う予定だ。王の軍勢とその背後にいるメリディアの力があれば勝利は間違いないだろう。終わった。アヌマリル王の一族は全員始末され、アバガーラスそのものもメリディアの正義の雷によって破壊された。儀式は阻止されたが、私たちは故郷に帰れない。作った武器は砕けてしまった。その核であるプリズムコアは回収した。武器を新たに作る予定だ。モラグバルの獣たちがひっきりなしに襲ってくる。このクリスタルを安全なところに移動しなければならない。だが、こいつらを故郷まで案内するような真似はできない。一週間ほどが過ぎた。常に死と隣り合わせだ。今、デロディールに帰るわけにはいかない。そんなことをすれば獣たちに故郷を破壊され、クリスタルを奪われてしまうだろう。近くにムゼネルトと呼ばれるドワーフの遺跡がある。この貴重な遺物の永眠の地としては申し分ない。なるほど、やっぱりそうか。プリズムコアをだからここで見つけ出すってことなんだな。あとはバラシャが叱るべき準備を終わらせてくれることを祈るしかない。なるほどね、そういうことか。ギルトマスター、ドシアは学者じゃない。あ、彼女は変わんなかった。セーフ。コンストラクトを作った技術は本当に驚くべきものだわ。そうね。なんだ、まだ日記があるぞ。かつてのここがどれだけ素晴らしかったか想像もできない。ラナス、あの一団のメンバーか。全てのエンダールのおかげだ。全てエンダールのおかげだ。彼がアバガーラス王の闇の企みから私を救い出してくれた。私にメリディアの光を見せてくれたのだ。この任務に私は必要ないかもしれない。詳細は知らないが、向かうべき場所は分かっている。モラグバルの瞳を切りつけることさえできれば安心して眠りにつける。なんとかアバガーラスから脱出できた。熾烈な戦いだった。今でも何が起こったのか理解できていない。脱出してから吸血鬼の暗殺者と残虐な狩人に追われ続けている。クラーノによれば私たちはムゼネルトに向かっているようだ。ドワーフの都市がこの計画にどんな影響を与える、
与えることになるのかわからないが、今はそんなことを考えている余裕はない。私たちの目的は武器から回収したクリスタルと、数冊の本の安全を確保することだ。これまで数週間にわたり、遠くは東の山頂までこの山脈を探索してきた。エンダールがおかしくなったのではないかと心配している。だが考えてみれば、この旅は私に理解できないことばかりだ。でも少なくとも私はまだ生きている。ここで死んでしまったのかね。お、最後の戦いはかろうじて生き延び、バラシャンを負傷した。これでは死者とコンストラクトにやられる。この女の人がバラシャン。オスタランドは正しいわ。時間が必要よ。別の道を進んで死者を引き離してみる。ラナス、ダメだ。群れが来たら生き残れないぞ。あ、そういうことなのか。必要な時間が稼げるならいいわ。デロディールのために、メリディアのために。なるほどね。それで手高き者よ、あそこで進んで身を川の流れに委ねなさい。急にどうした。それであそこで討ち死にしたのか。かっけえな。尊い犠牲だ。他にないかな、書物。わかった。でも泣かないでよ。どんどん。さらなる謎、それから過去の霊魂、どちらの道に進みましょうか。どちらの道に進んだ方がいいんだ。これはそんなこと言われると、どっち選ぶかで何か話が変わったりするみたいなことじゃないの。大体私はこういう時は左に行くんだ。ここはよく勉強をとどめてるわね。確かに、あんまり損傷がひどくないね。こいつ、下がって。ああ、ここで待って、これは重要かもしれない。バラシャが。愛しい人、オスタランド。やるなら今やらなければ。私はもう長くない。できない。死なないでくれ。こんなことができるか。やるのよ。出ないとモラグバルが勝ってしまう。それが彼女の望みだ、オスタランド。だからここまで来た。やるんだ。どういうことだ。さよなら、愛しいバラシャ。バラシャの日記がある。ここで何が行われているのか分かるかもしれない。そうだな。バラシャの日記。私たちが生きているだなんてまだ信じられない。アバガーラスのような街はこれまで見たことがなかった。あそこで目の当たりにした恐怖が夢の中に刻み込まれている。でも私たちは生きている。私のオーストランドはいるし、クリスタルもある。大事なのはそれだけ。ドワーフの都市に入ってからというもの、クラーノは静かになっている。今日その理由が分かった。彼女は話をするために私を連れ出した。彼女は私たちがクリスタルを隠す前に誰かが生贄にならなければならないと思っている。そもそもそれを作るために数人の権威ある女司祭が命を捧げたと彼女は言った。それは理解できる。モラグバルは不死と不快を、なんだろう、なんとかす、あの悪魔にとって自ら進んで捧げられた縛られた命とは剣王の対象になるだろう。クラーノにその時が来たら犠牲になる意思があるかと聞かれた。私はとても怖い。数週間前にオスタランドと婚約した。クラーノに頼まれたことを彼に話すとものすごく怒っていた。そして私は怖かった。
だから私は祈った。メリディアと何時間も話をした。ひざまずく前にその負担を受け入れるのが自分の義務であることを私は分かっていた。でも義務と名誉もただの言葉だ。私の方に触れるオスタランドの手と比べてどうやって進んで承諾できるというの。最終的に承諾したのはオスタランドのためだった。私が死ねば世界の未来を保証できる。ニルンはまた武器が必要になるだろう。そして私の光はクリスタルの中心に縛られ永遠に持続する。そんなことをどうして太陽の女司祭が辞退できるだろうか。なるほど、こうなる運命だったということか。最初からまた別の日誌。まだ読めるのが驚きね。確かにね。ちょっと見せてもらえる？どうぞ。水が澄み分かってきた。二つの町、メリディアを崇拝する町、モラグバルを崇拝する町。死者の町アバガーラスがメリディアの信者を攻撃する異物を作り出した。光の町デロディールは独自の武器を作り出す。クリスタルの心臓を鍛造したものよ。このアイレードはメリディアの町から来たんだな。その通り。この古代の者たちはクリスタルの武器を持って敵の中心に忍び込んだ。儀式をやめさせ王はアバガーラスの闇の支配を終わらせた。でも彼らは駆り立てられた。だからクリスタルの隠し場所を見つけようとしている。そしてここのムゼネルトに来たと。そうよ、貴重なものを隠そうとした。でもメリディアの女司祭はまず命を捧げた。武器をいつか再び鍛造できるようにクリスタルの心臓に再び明かりを灯した。それでクリスタルはここにあるのか。ええ、日誌には武器の製造方法を示す書が書いてある。武器のクリスタルの心臓とその製造方法はこの遺跡のどこかにあるわ。では見つけた方がいいな。早く誰かに奪われる前に。ベクルを見守って。いろいろあるけどなんかちょっとこっちは見ていきたい。これは読めない。読める本じゃないか。あ、ちょっと強いやつ。まだ動いている。お、こっちはもう限界だ。行け。置いていかない。この仕事に賛成した瞬間から皆死んでたんだ。少しの間歩き続けていただけさ。さあクリスタルと書を隠せ。行くんだ。死に直面しているのになんて勇敢な人々なの。もう覚悟を決めていたんだな最初から。あのリーダーみたいな人はクラーノか。じゃあクラーノは最初に死んだ女性の人か。あれとどうだったかな。これはエンダールだ。そうだ、エンダールだ。リーダーみたいな人。今残っているのは二人だけだ。私たちは長い間この暗闇の中に。今日は何日だろうか。オスタランドは口を閉ざしている。あの男が近づいてきても何も言わない。彼はバラシャに会いたくて仕方がないんだ。彼の顔を見ればわかる。どうやら閉じ込められてしまって何をやっても目の前にある扉は開かない。ようやくわかったかもしれない。知れない。理解するまで数日かかった。この部屋のガーディアンコンストラクトの中には奇妙な赤いクリスタルが埋め込まれている。扉の近くにある穴とぴったり合いそうだ。もう少しで脱出できるはずだ。コンストラクト、これはオマーワの発見だった。
これで最後になりそうだ。さよならラネッサ、君がどこにいようとも君のことが好きだった。これが私の最後の言葉だ。君を愛していた。なるほど。エンダールだって愛する人をデロディールに置いて覚悟を決めてここに来たんだと。赤いクリスタル集め。手に入れてる？手に入れてるな。3つ全部倒してみたらどで全部倒したかな。あれ？なんだ？なるほど、これをつなげていけばいいのか。お、開いたな。待って、でもあるよな。あ、もうない。あっちの扉は何なの？すげえ気になるじゃん。回収できないのかこれ。回収できない。もう行くしかない。箱じゃないんだな。ドゥーマーの石器ケース。だから多分、まあ開ける場所によっては倒す敵の数が違えよみたいなことだろうな。ほら、コンストラクト読む。だから私は正解を引いたってことだな。死んだセンチュリオン、バラシャが眠る場所にぴったりだ。なるほど。さああとは書物を隠そう。あのセンチュリオンが持ってるってことだな。死んでないんだぞ。なるほど、それでやられるのか。そこで何？ダメだ。ああ。オスタラント、クリスタルはスチームセンチュリオンの中よ。破壊して。わかっている。よくやったわ。さあこの場所を離れましょう。待ってくれ、大事なんだ。彼らの足跡をたどるのが。おさらの武器、私のやったことは全てアバガーラスのために仕方なくやったことだった。あの光景は決して忘れられないだろう。私の体を支配したあの感覚、あの光景に付きまとわれている。カリュートたちに追われている。奴らは私の匂いに気づいているのだ。私がそこにいたことを知っている。奴らはこの鎧についている闇の一族の血の匂いがわかるのだ。夜に奴らの声が聞こえる。すぐに避難場所が見つかるよう太陽に祈ろう。この遺跡は悪くなさそうだ。クリスタルを隠せる場所が見つけられればコンストラクトは死者から逃がしてくれるかもしれない。バルシャは馬鹿げた計画のために彼女自身を生贄にするつもりのようだ。クラーノが彼女に、空想めいた話を吹き込んだのだ。クリスタルは失われた。力はもうないのだ。クラーノと数時間口論した。今ではバラシャすら私と口を聞こうとしない。バラシャがついに沈黙を破った。彼女の意志は固い。メリディアの女司祭としての役目を果たそうとしていることは理解できる。だが彼らが
彼女に自己犠牲を促すようなことをするとは思っていなかった。優先すべきは彼女の信念だ。そのことで彼女を責めることはできない。だがこのような終わりを迎えたくはなかった。これは書物か、アイレードの書物。これは見れないのか。プリズムのクリスタル、バラシャとクラーノの魂がここに。枯れ果てたドシアが失敗したことに成功したわね。さあ戻るためにポータルを開くわ。分かってました。クリスタルと書を持っていきなさい。メリックに渡して、彼は武器の鍛造に必要なものは何かを調べるはずよ。あなたはどこに行くんだ。対応しなければいけない事柄が他にあるの。ここで得た知識が頭を巡っている。川の流れを気にしなければね。またすぐに話しましょう。分かった。ではまた。彼女が立ち去るまで待ってくれ。話さねばならないことがある。たわしもで落ち合いましょう。どこにいる。ジョフにいる。はい、頼む、話してくれ。分かった。話せる時間がほとんどない。なぜいつも現れるんだこんなタイミングで。お前が危険だからだ。私がどんな危険なのかは分からない。死んでいてもな。どんな危険だ。なぜそんな危険について何も言えない。お前の近くにいる誰かが陰謀を企てている。我々に関することだ。お前を裏切ろうとしている。誰だそれは。私は動けない。閉じ込められている。引き離された。注意しろ。分かった。誰だ。このタイミングで第二弁のなんだ、ススーマ、セレスティアルの大蛇の鱗。あ、セレスティアルのローブ。コルセット付きの騎乗衣装。これおすすめなんで、ぜひ。まあいいや。エリフ。戻ったわね。素晴らしい。罪深いドワーフたちが持っていたかもしれないものが、エリフにはまだ見えない。彼らはギルドマスター、あらゆる色を見る者が望む何を持っていたの。調子はどう。エリフは調子がいいし、月は明るい。遺跡の奥からよく戻ってきた。ギルドマスター、あらゆる色を見る者から何か用があると聞いているんだが。そうだ、このクリスタルと書はムゼネルトで見つけた。ありがとう。すぐに研究に取り掛かろう。詳しいことが分かったら一番に知らせるよ。あらゆる色を見る者はこの場にいられなくて悔しがってるらしい。何でも緊急事態だそうだ。なるほど。